なに、なかなかやるな、さすがオマジオ。だがこのビルドライドウォッチで。アーマータイムしてやる。なに、じゃあ僕もやってやる。いやいや、俺だ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 。はい、こんにちは、まーちゃんぬるまふらです。今日はこちらですね、うん、仮面ライダージオンのライダーアーマーシリーズ、仮面ライダーゲイズです。はい、2018年9月15日本日発売の RKF だね、うん、ライダーキックフィギュアの仮面ライダーゲイツですね、うん、ジオとビルドね、この前紹介しましたけども、うん、今回はゲイツです。早速開けていきましょう、はい、うん、はい、ということでこちらが仮面ライダーゲイツですね、うん、こんな感じで、なんかちょっと戦隊ヒーローっぽいような色合いだね、うん、あの劇中はそんな風に感じなかったんだけどね、うん、赤と黒、うん、で若干赤がなんて言うんだろう、チャッチー感じ、そうだね、ちょっとするね、うんうん、腰には時空ドライバーね、うん、そしてホルダー両側につけてます、うん、はい、あとは基本的なデザインはジオウと一緒なのかな、そうだね、体の真ん中が時計のベルトみたいになってるんだけど、そうだね、その仕様も一緒で、あと膝の部分、うん、これも同じように時計の形してますね、色違いって感じだね、うん、ただ違うのは肩パーツと頭のデザインが、うん、そうだね、違うって感じですね、うん、でちょっと今回残念だったのが手首パーツが付いてません、はい、うん、なので、交換することはできないですね、うん、そしてこれが付属していた時間ザックスですね、うん、ここに大野ってちょっと見えづらいんだけど書いてあるね、ちゃんとね、そうだね、うん、で弓バージョンは入ってなかったです、うん、はい、時間ザックス持たせてみましたけど、一応斧なんでね、上から振りかぶってドンって感じ、あちょっとしょぼい、そう、変だね、変かな、はい、こちらがエイシン君がやってくれたポージングですね、うん、こちらの方がかっこいい、そう、多分そう、あ、こういう角度がいいんでしょ、うん、なるほどね、そしてこちらのゲイツにはもちろんビルドアーマーセットできますんで、これもやってみましょう、はい、はい、ということでこちらが仮面ライダーゲイツのビルドアーマーですね、うん、前回のジオウは裏返しだね反対側が黒になってて、うん、でゲイツの元が赤なんで、すごいかっこいいね、いい感じになったね、そしてちゃんとね、お顔にビルドって書いてますね、うん、ゲイツの場合はひらがななんでね、ビルド、うん、ビルド、すごいかっこいいじゃん、うん、いい感じね、ジオウよりもかっこいい感じがするけど、そうかね、僕はジオウの方がかっこよかった、ちょっとブラックビルドって感じですよね、あ、なんかハザードに似てるような感じ、あー、そっか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 、ジオウと同じようにちゃんとこのアーマーがついた状態でも動かすことができますね、それが素晴らしいところね、今回のフィギュアらしいですね、ただし外れやすい、まあそうだね、外れやすいね、うん、俺は仮面ライダージオウ、世界で最強の魔王になる、現れたな、オーマジオ、いや、俺オーマジオじゃないよ、お前はオーマジオだ、何、将来魔王になる、いや、僕は最良の魔王、今のうちに私がお前を叩き潰す、うぞ、せよ、ほら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 、なに、なかなかやるな、さすがオーマジオ、だがこのビルドライドウォッチで。アーマータイムしてやる。なに、じゃあ僕もやってやる。いやいや、俺だ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 。ちょっと待って、君たち喧嘩は良くないよ、え、じゃあしょうがない、半分使っちゃえば、うわー、変な風にな
立っちゃった。こりゃまずい。俺片足はまねえし、体はまねえし。こっちは片足はまで、マスクがない。マスクがないぞお前。今だ。ブーン。ああ。うわ。うわ。ちょっとアーマーが出てくる。取れ。取れ。アーマーが。アーマーが。体が弾いてきてる。今だ。はい、ということで今回は仮面ライダージオのライダーアーマーシリーズ仮面ライダーゲイズでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ、いいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、ということで今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。